エイタが狙っている。いや早田動けない、早田動けない、いやかわしたぞ、フルスイングだベルト。さらにナックル傷口に叩き込んでいきました。ダメ押しを図ろうというのは早田の方か。さあそこにレフリーが止めに入りますが、いやこれ以上行くと井上さん試合が終わってしまいますよ ね。早田選手レフリー、いやいやいけませんいけません、いやレフリーを突き飛ばしてベルトでオーラー。ここでゴングの音色を聞いた斉藤選手、はい、もう早田は確実にこの流れ狙ってたんでしょうか。そうかもしれないですね、はい、今ゴングである前にゴングみたいな音しましたからね、はい、額から、今まさにとてつもない衝撃音が鳴り響きました。井上さん、この前哨戦に関してはちょっと待ってくださいよ。ベルトの上シアミインパクト、ちょっと早田選手スティンガーとしてというよりもこの人こんな悪い男だったんですね。いやもう一つの支援というもの、欠場中にたまった鬱憤というもの、前哨戦のこのリングエイタにぶつけられることとなりました。第55代 GAC ジュニアタッグチャンピオンエイタ、いいとこなし。そのエイタに怒りがあったということですよね。いや本当そうですね、自分が不在の間に変わってしまったノアのマット上の景色に対して早田が怒りを突きつけました。